はようございます。今日はね、また福岡に行きます。でその後ね、大阪に行こうというですね、まあ、4日間の行程ですね。まあ、前回の、ね、2日間も結構大きな荷物でしたが、前回と違うのはね、機材がないんでね、まあ、大した負担にはなってないんですけど、まあ、今から行ってきます。意外とね、知られてないんですが、JR の、線路があって、その向こうに駅があるんですね。で通常はね、なんだろう、京急でね、空港の方に行きたいような気がするんですが、絶対にね、おすすめなのはYCATと。この時間だからね、時間が読めないんだけど、この時間だったら大丈夫かな。羽田エアポってあるけど、セリフに乗りません。だって、また来ましたね、ワイキャッチ。で、グルドンのみんなにね、お知らせしたいのは、羽田に行くときには翌日にYCATを買った方がいいということ、あと海沿いを見たいんだったらぐるっと回ると左か、進行方向があって左側の、ね、ところに乗った方がいいですね。なぜかっていうと、景色が綺麗だからです。今日みたいに晴れてる日はめっちゃ綺麗だと思う。このバスは羽田空港国内線ターミナル行きでございます。